ハーストタワーはアメリカ合衆国ニューヨーク市のマンハッタンにある超高層ビルである。2006年に完成しニューヨーク市における21世紀最初のランドマークビルである。8番街57丁目に位置しコロンバスサークルに近い。ハーストコーポレーションの本社ビルでコスモポリタン、エスクアイア、サンフランシスコクロニクルなどハースト社の傘下のメディアが入居している。 旧本社ビルのファサード最初のハースト社の本社は創業者のウィリアム・ランドルフ・ハーストの下で1928年に6階建てで完成した。このビルは1988年にニューヨークの歴史的建造物保存委員会によりランドマークとして認定されその旧本社ビルのファサードを保存した上で新しい本社ビルが建設された。新本社の設計はノーマン・フォスターで 高さは182メートル46階建てである。ニューヨーク始発のグリーンオフィスビルとして認定され、環境持続性におけるパイオニア的建築物でもある。ビルの正面バルコニーには高さ3メートルの空和的な彫像が12体縦溝彫りの柱に施された。悲劇、喜劇、音楽、美術、科学、印刷などを象徴する。 この12体のランドマーク彫刻の修復プロジェクトは日本人彫刻家の吉野美奈子が一人で完成させた。このビルは2006年のエンポリスマ天童賞を受賞した。ありがとうございます。